はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、引き続きまして、洗脳の会、こちらのお便りを読ませていただきたいと思います。では、一つ目でございます。はい。シュレーディンガーの猫さんからいただきました。はい。ありがとうございます。こんにちは。いつも拝見させていただいております。そして応援しております。かれこれ、30数年前の昔話をさせていただければと思います。洗脳という言葉を知った時から、1990年初頭に突如として4年生の担任として東京郊外の小学校に赴任してきた Y 先生のことだと確信した記憶があります、はい、Y 先生は隣のクラスの担任だったのですが、見た目は黒い梅干し、身長は150センチ台の50代だったように記憶しております、はい、ただ威圧感や風貌は丹下断片に通ずるものがあった気がします、うん、Y 先生は着任日の挨拶でクラス全員に翌日から毎日体操服で登校するように強制いたしました、学校史上初のことだったのでクラスの子たちも最初は大きな動揺と抵抗があったと思います、はい、そして他のクラスの子たちは一様に何か変なことが起きているとざわつき、うん、Y 先生のクラスじゃなくてよかったと口々に話していました、うん、最初は今まで通り抵抗して私服で登校していた子も徐々に体操服で登校しだし、うん、比較的早い段階で全員体操服で学校生活を過ごすことになっていました、うん、当然 Y 先生も体操服というかジャージ姿になっていました、うん、今思えば30数年前とはいえ PTA、校長、教頭にクレームを言った親もいたとは思うのですが、うん、Y 先生が在籍していた間は担当したクラスは学年に関わらず全員体操服で当然真冬も過ごしていました、どういう方法で周りを言いくるめていたのかは今となっては不明ですが、うん、洗脳と正常化バイアスにかかっていたのかなと思っています、うん、ロリコンという言葉が当時あったかは定かではありませんが、同窓会などでは小学生のブルマ姿を見たいだけのロリコンだったのでは、うんうん、なんて笑い話になったりしています。こういった先生がいたから体操服にブルマが禁止になったのかななんて思ってしまう今日この頃です、うん、PS、うちの小学校は今思えば審議ランプが点灯する先生がもう一人いました。きっと元任教団体所属の体育教師 U 先生という方で、はいはい、小指の先がなく常に新しい包帯でそれを隠し常に長袖で肌の露出をさせなかったんです。体育教師にもかかわらずプールにも入らずプールデッキから罵声を浴びせていた記憶があります、はい、昭和はこの二人のような教師で溢れていたのでしょうか。今こんなことをやったら即炎上でしょうね、ということでいただきました。すごいな。まあ30数年前ですから、まあまあ確かに昭和のね、名残がある感じの。でも言って僕らと変わんないじゃん、小学生の時だったら。まあ30年前だもんね。俺らとさほどないか。そうそう。だって、チョさん30年前小学1年生でしょ、うん、小1、そうだね、うん。だってそんな変わんないじゃない、そうしたら。確かにな。だから、地区よ、地区。だよな、もう、地区にたまたま変な人が来たっていうだけの話。さすがに多分、入れ墨とか入れてたら問題なんじゃねえかな。僕らの時いなかったよ、そんな。やっぱ地区じゃない。地区のその、変な人がたまたま来ちゃって。でも、僕と思ってるとか、なんかそういう系のはいたけどね。いた。それはいた。それをまあ、超えてる気するけどな、小指ないとかはな。それはいた。なんか、プールの時間に好きな音楽流す先生はいたけど、うん、その程度よ、変な人って言っても。それは全然別に、あんまり問題はないからな。ないない、ずっとクラシック流すみたいな。でもその小指がない人を取ったってことだもんね。そうね。ある意味ちょっと懐深いのかな、当時は。そういうので見ないってことだから。まあまあね。うん。それはまあそれでいいと思いますけどね。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、こちらも行きたいと思います。カズヤモリさんからいただきました。はい。まだ今日もやべえ校長がいるんですね、うん、自分も自由なサッカー部が好きで1年目を過ごしましたが、2年目から顧問が変わり、うん、管理サッカーになり、ある部員はお前はもっと上に行けると将来を約束され、後にその約束を反故にされ、情緒不安定になったという噂を聞いていました。大人になってばったり会い、久しぶり飯行こう、懐かしいなぁと一緒にご飯に行ったのですが、うん、子供の頃近所に住んでいてよく遊んだなぁと言うと、
ごめん、俺中学の時記憶喪失みたいになって、高校生までのことも君が幼馴染だってことも覚えてないんだと言ってくれました。はい、結局そいつは元来とても頭が良く、ネットのアフィリエイトや株で儲け、人とは接しない、閉ざされた世界の中で生きていました。うん、僕はその管理サッカーや体罰が嫌いで、他のクラブに入りました。うん、子供の頃から近所の公園でサッカーをして毎日遊んで、少年サッカークラブで共にプレーして、中学でも一緒にサッカーをしたのに全部忘れているって、一体何が彼を記憶喪失まで追い込んだのか。うん、今彼はお金持ちですが、どこか落ち着きがなく、何かを必死で思い出そうとする彼が気の毒で二度と会いませんでした。うん、何が本当の幸せか、あの中学時代の管理サッカーでの連帯責任、鉄拳制裁は本当に教育だったのかと問うばかりです。長文ご容赦くださいということでいただきました。尾崎豊の歌詞みたいな。まあ、つまりそうだね、教育というか管理されたっていうことによって一人のまあ、人間がもう、ロボットになっちゃったみたいな。そう。だから、もう思い出したくないってことなんでしょうね、うん、もう単純に、うん。で、その頃の記憶を消すぐらいの徹底管理という感じだったと。はいはい、まあ、これも洗脳ですね、おそらく。洗脳っすよ。うん、やっぱり、子供の頃の記憶がすごい残ってるのってさ、うん、嫌なことをやってたからじゃん。嫌なことやってた。ああ、ずっと嫌なこと。ね、嫌なこと。毎日学校行くし、毎日宿題するしとか。別に学校行くのは、まあいいって思う人もいるけどね。で、まあまあ、今やっぱり大人になって、うん、嫌なことってしなくなるじゃん、徐々に。まあしなくなるよね。うん、まあ、避けられるからね。だからこそなんかその、時間が早く進むみたいなのって、うん、まあまあ、そういう意味なんじゃないかなと思います。待つ時間がないし、あと今ってね。うん、全部見られるし、全部。まあ選択の自由がないっていうのは子供はありますからね、ずっと。週にこの曜日が楽しみなんですっていうのがないじゃん、今。これを見るためにみたいな。それを。一週間あってもあるからな。作った方がいいのかなって思って。うん。今。まあいいんじゃないですか、作っても。ドラマ見ようと思ったけど、見てないな。うん。そんだけの話、本当に。まあ、ドラマもだから、いつでも見れちゃうからね。そうそう、見られちゃうから。それも、ある種、ちょっと良くないのかもしれない。うん。デアゴスティーニとかやった方がいいのかもしれないな、本当に。だから今考えなくていいの、ここで。うん、月1回ね。やったらいいし、ね、全然、うん。うん。はい。ということで、じゃあ次行きます。はい。トミー西さんからいただきました。はい、どの話も本当にやばいと思いながら聞いていたら、はい、プチ地獄の記憶の扉が開いてしまいました。中学生の時の話です。部活が終わり、帰宅途中に忘れ物に気づき、自分の教室に向かっていました。はい、教室に近づくにつれて、室内から聞こえる女子生徒たちのわめき声。はてなと思いながら教室に入ると、うん、ある部活の女子生徒6人が、全員号泣しながら互いを罵り合っています。え、何事と聞いても全員無視。そのうち A 子さんが過呼吸、初めて見る過呼吸に私はパニックに、B 子さんが急に嘔吐、私は訳が分からずさらにパニックに、C 子さんがさらにもらいゲロ、私はなぜか冷静になり先生を呼びに、結果女生徒3名は救急車で搬送されることに。その後判明した口論の原因ですが、うん、部活担当顧問の先生、かっこ体育大卒業したての細マッチョ日焼けイケメンを取り合った結果みたいです。怖かったのは過呼吸状態の子も、嘔吐した子も、うん、口論を止めずに相手を罵り続けていたことです。うん、ということでいただきました。まあ、これはちょっと洗脳かはちょっとあれですけども、うん、かなりのなんか、阿鼻叫喚の状態というかね。なんかもう、狂ってますね。取り合ってね。状況。うん、細マッチョ、色黒。細マッチョイケメンが洗脳してたってことなのか。子供の洗脳かな。頃ってでも、かっこよく見えるんだろうね。まあ、好きなんだろうな、単純にこれ。あの、話せる大人がいないから、親以外に。かっこよく見えるんだろうな、まあまあ、先輩とかそういうのもね。先生はね、あの、ちょっと見た目がいいと、そう。だいぶよく見えちゃうだろうね、下手したら。バク転ができる先生がめっちゃモテてたもん、あうち。バク転な、うん、あ確かに、ワンポイントそういうのがあると、ね、全然違うよね。田舎でバク転なんて見ないから。いや、そんなことない。別にできるだろ。まあ、モテてたね、どこの地域で。田舎でバク転が来たっつって、田舎に。よくわかんねえ。田舎にバク転が来たとっつって、はいはい、待ててましたね。なるほど。うん。はい。ということで、今のところちょっとですね、はい、あの、ポップな感じの、うん、学校にまつわるような、ちょっと紹介してきましたけども、うん、この辺から若干重くなっていくと思いますので、はい、ご了承ください。はい。じゃあ、花丸おうどんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。
こんばんは。いつも楽しく拝見させていただいております。初めての投稿になってしまいます。はい。10年ほど前、約5年間の間、マインドコントロールにより軟禁されていたことがありました。は？男との出会いは高校1年生の時で、お祭りで私を見かけたことがきっかけでした。はい。お祭りの間中、私をつけ回しており、気持ち悪いなぁと感じながらも、特に声をかけてくるわけでもないので、相手にせずに家に帰宅しました。うん。それから数日後、当時流行っていたミクシーで、その男からマイミク申請が来ました。すでにお祭りのことなど記憶になかった私は、うっかりマイミクを許可してしまいました。うん、それからは毎日鬼のようにメッセージが来て、最初は気持ち悪く感じていたものの、当時周りには彼氏がいるのに、私は男性とお付き合いしたこともなく、お世辞にも可愛いとは言えない見た目だったので、アタックされたことがなかった私は根負けし、そんなに思ってくれるならと思い付き合うことになりました、はい、付き合ってからは男の連絡先をすべて消せ、ミクシーをやめろ、などの異性関係の束縛が始まりました、うんうん、当時はそれが愛されていると思い疑うこともなく言うことを聞きました、うん、私は幼少期から母との関係がうまくいっておらず、ネグレクト気味だったこともあり、はい、他人からの愛情に飢えていました。しかし付き合ってからの男は愛を囁くこともなければ、私の人格や容姿を否定し、体の関係も一切ありませんでした、うん、常に私のことはブサイクというあだ名で呼び、要求はエスカレート、それから女友達の連絡先も削除され、部活も辞めるように言われました、うん、それから2年間、お前のことは誰も愛していない、連絡先を消しただけなのに誰からも連絡来ないのがその証拠、うん、親もお前なんかいらないんだ、お前には俺しかいない、うん、と毎日毎日言われ続け、正常な思考ができなくなっていた私は、男に言われる通りに高校も退学しました。母には文句を言われましたが、高校を辞めるなら働いて一人で生きていけ、はい、と突き放され、家を追い出されました、はい、高校退学した後、年齢を詐称してパチンコ屋で働けという指示が出たので、その通りに働きました、うん、10年前だったのと地元の小さいパチ屋だったので、バレることなく働きました。うーん、男はすでに成人していましたが仕事もしておらず、私の母が私のために借りてくれた部屋に転がり込み、仕事の時間以外は常に動画を回すようにと言われていたので、休憩時間も仕事の往復時も常に動画を回していました。完全に頭がいかれていると思いました、うん、それを家に帰った後に男がチェックし、休憩室などで男性の声が入っていたりすると人格否定をされながら殴られるという毎日を送っていました、男は監視のためと言い、毎日私の働くパチ屋に客として来ており、うん、私の稼いだお金は毎日のパチンコ代に消えていきました、うん、家賃などのお金が足りなくなると、私の実家や男の実家へ忍び込み、家族の指輪やネックレスなどの金目のものを盗み、売りさばき、また金が尽きれば男の兄弟、漫画やゲームを勝手に売りに行かされました、うん、私が車の免許を取った後は、私の名義で消費者金融へ借金など、汚いこともしていました。まともな人に相談も許されない状況で、完全に何が正しいのか、また自分は本当に生きているのかすらもわからない状態になっていました、うん、基本的に私には自由な時間はなく、仕事以外で家から出る場合、1時間1000円を男に払い、自分の時間を購入していました。仕事から帰ると家に知らない女がいて、女を妊娠させてしまったから堕胎のための金をよこせと、はあ、わけのわからないことを言われ、金をむしり取られたこともありました、はい、親にも泥棒を呼ばわりされ、もともとほとんど関わりもありませんでしたが、ついには絶縁され、うん、実家は引き払われて、母の消息もわからなくなりました、うん、そんな生活が何年も続き、もうこいつを殺すか自分が死ぬしかないとまで思い詰められていました、うん、実際何度か寝ている時に殺そうとしたこともありました、うん、仕事からの帰り道、ふらふらと日課となった動画を回しながら歩いていると、街中で座っているよくいるうさんくさい占い師に、うん、あなたは何か悩んでいるねと呼び止められました、うん、人に仕事以外で話しかけられたことが嬉しすぎて泣きながら自分の話をしたところ、警察に行きなさいとのありがたい占い結果をくれました。至極当然なことだったのですが、うん、携帯なども持っておらず、動画チェックがあるため他人と話すこともなかった私には、その当然の考えが全くありませんでした。
はっとして本当に世界が色づくような感覚に、うん、その足で交番へ向かい相談をしましたが、現状を証明できるものがなかったので、また何かあったらおいでねと言われ帰ることに。殴られている時に警察に連絡すればさすがに対応してくれるだろうと思い、家に帰り男に出ていくように伝えました、うん、案の定男は聞くに耐えない罵詈雑言をうめきながら暴れ始めました。その時に助けてと大声で叫び、近所住民の方が通報してくれたおかげで男は警察に御用となりました、うん、警察が母へ連絡してくれたので、飛んできてくれた母に気づかなくてごめんねと泣かれました、うん、親子間のコミュニケーション不足が事態をより悪化させてしまったこともあり、うんうん、母は警察にこっぴどく怒られていました。私はそのまま精神科に入院することになり、男は暴行で捕まったようでしたが、軟禁などに関しては罪になっていないと聞きました、うん、民事で戦うならと警察が弁護士を紹介してくれましたが、記録や証拠を一切残していなかったこともあり、裁判などにはしませんでした、うん、体の関係を持たなかったのは私から自尊心を奪うためだったようです、うん、実際性対象としてすら見られていないということはかなりのダメージでした、うん、その後もちょこちょことその男とは揉めましたが、今では若干のトラウマが残っている程度で、そいつと関わることもなく幸せな人生を送っています、うん、ちょっと失礼しました。ということで結構ね、長いやつでしたけども、もう、すごい、監禁というか、軟禁状態。すごいっていうか、なんか、そっちじゃなくて、よう頑張ったなっていう方に、頭がいっちゃう。まあ、よくその、でも、あれよね、その、何回か、殺そう、もしくは死のうというところまで行ってるっていう状況で、まあ今、普通にね、こうやって動画見ながらコメントを書いていただけるっていうところまで来てるのは良かったなと思いますけどね、うん。僕も何回も思ったことありますけど、動画撮る側になってるからね。撮る側配信する側になってるからね。ああ、そういうことね。何回も思いましたけどね、むちゃくちゃ言われて。うん、だからまあまあ、立ち直れるのは立ち直れるけど、やっぱりきっかけって大事で。でも、ほんと偶然よね、うん然。街中の占い師に助けられてるからね。うん、占い師もびっくりしたでしょうね。うん、あれ警察じゃないこれ。そういうレベルの騒然じゃなかったっ、ねうん。そうそうそう。男が悪いですとかじゃないじゃん、うん、レベルが。ね。うん、お金を取ろうっていう気にも多分ならなかったんじゃないですか、その占い師の方がね。いや、すごい。とにかく逃げろという、うん、ことでしょうけど。途中まで来てたら俺の話かなと思ったけど、どうやら違ったみたい。いや、だいぶ違うし。奥さんがなんか、あれ、うん、もしかしてメールかなんか送ったんかなと思ったけど、どうやら違ったわ。うん、まあ、あれでしょ、連絡先消せとかそういうレベルでしょ。まあ、うん、そう。だから。で、遊びに行かさなくって、うん、俺の方が面白いよって言って、うん、ずっと、まあまあ、話してたっていうとこぐらいですけどね。まあ、本人が良ければいいと思いますけどね、うん、僕は。お祭りで付け回したっていうとこぐらいかな。ミクシー、ぐらいまで。ミクシーでメッセージ送ったとかね。うん、まあ、その辺まではやりそうなレベルです。やってないです。ミクシーやったことないから。ああ、そうね。はい、そうです、そうです。臨床のやつでした、うん。はい。ということで、じゃあ、ここで、終わろうかなと思います。はい。はい。まだ、実はまだまだ、ありまして、やるかどうかも悩んでいるものも結構あるので、うん、ちょっとその辺は考えた上で、もしかしたらまたやるかもしれません。はい。はい。ということで、ね、皆さん相当な体験談、もしくは、情報でいただきまして、うん、非常にすごい回になりましたので、また、洗脳マインドコントロールの回あったら、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。